人生はシネマティック。ベイカーさんとバックリー二人が港の方で立ち話をしていた。そしてベイカーさんが立ち去った後、一人残ったバックリーのもとへカトリンが駆け寄る。ベイカーさん、どうかしたの？孫を失ったんだ。上陸許可中に交通事故。何かのために死んだんじゃなければ、一層辛いでしょうね。お気の毒に。死ぬことに目的なんてない。どうして人は映画を見ると思う？ちゃんとストーリーがあるから。ストーリーに形があり、目的や意味がある。悪いことが起こるのも計画のうちだし、それにもちゃんと意味がある。人生とは違う。そう言うとタバコを取り出すバックリー。信じるものが少ないのね。俺がいい映画になると信じてた。カトリンにもタバコを手渡すバックリー。バックリーからライターを借り、もらったタバコに火をつけるカトリン。どうやってなったの？脚本家にっていう。パーフィットだ。彼がコメディを書いてて、僕は街で聞いたジョークをパブで彼に言ってた。一つ一ペニー。フィルがあなたパブ生まれだって。確かに子供の頃入り浸った。タバコを吹かすバックリー。それを横目に不審な顔つきのカトル。前の戦争で父は出征した。戦争に送られる男にはね、コールさん、そのまま帰ってこない者もいれば、英雄になる者もいる。帰ってもゴロつきの酔っ払いになる者も。父から逃げてた。パブに？映画館にも。映画は最高だった。たまにでいいから価値のある映画を作りたい。観客が自分の人生の1時間半を費やせるほどの。この作品がそうなると思ってた。アメリカ人め。顔が出るだけなら問題ないのに。何か思いついた表情のバックリー。二人笑顔で顔を見合わす。